久保さん。久保さんはパチンコとかスロット昔やった経験があるのか、若い時はやってたのかな一度もないのかなまあ僕はですね、ニート時代の時に、大学生の時は一回もやらずですね、ニート時代の時にハマりまして、もう毎日スロット打ってたんですよ。で、その大学の時に友達が、その、まあはって、で、友達に金借りてまでスロット屋行ってて、説教してたんですけど、 あのそんな説教してた僕がハマるみたいな <laughs> もうほんとね自慢ですけど大学の時は一度もパチ屋に入らなかったんですよこれ自慢ですけどまあ周りは言ってたんですげえでまあその僕の世代その世代ってその4号機みたいなのあって、まあ、北斗の拳と、まあ、吉宗みたいなのあったんですけど最近ですね 北斗の剣っていうのがスマスロスマスロっていうスマートスロットみたいなのが出てきて、スマスロに北斗の剣の,その昔の4号機時代のやつがスマスロで出てきたんですよ。これね、僕はね、あの、すみません、北斗の剣じゃないんですよ。僕は北斗の剣じゃなくて、あの、吉宗を打ってたんですけど、これちょっと吉宗出てこないかなみたいな、多分出てくるんじゃないかなと、吉宗が。そしたら、ちょっと絶対打ちますね、で多分。 懐かしい。もう、ずっと吉宗で打ってたから、そう、多分ね、出てくるんじゃないかなとは思うんですけどね。そう。だから、その、中毒ですよね。本当に。まあ、あの、ギャンブルとか、その、それとも、ね、やらない、や,やって、僕は分かりましたけど、その、中毒性あるなっていう。前は、その、やらなかった時は、その、やる人の気持ちが分からなかったけども、やってみて、まあ、気持ちが分かりましたね。 うんまあ、やってみないとその人の気持ちはわかんないし、やってみないと見えない世界があるってことですね、うん。まあやらなくてもいいんですけどね、別にね。その、ギャンブルとかはね。うん、だけど僕ね、あの高橋がなりさんがちょっと言ってた言葉がすごくあの好きで、高橋がなりさんも昔そのパチンコをかなり行ってたらしいんですよ。だけど、めちゃめちゃお金、まあもう財力が出てビジネスで成功して、 で、まあ、ボロッと言ってたのが、昔、その、パチンコで一気一遊してて、楽しかったものが、もう今はね、楽しく感じなくなっちゃったから、一つの楽しみが減ったなっていう、なんかその、なんか成功したけども、その楽しみはないな、みたいな。なんかそういうことをボロッと言ってて、うん、なんかちょっと深いなと思いましたね。うん、なんかあの、なんですかね、まあ、今はちょっとギャンブルの話ですけども、例えば、 うーん子供の時に絵本を読んでいて楽しかったとか面白かったけどもじゃあ今絵本を読んでワクワクできるかっていうとワクワクできなかったりするじゃないですか,かその、まあ、そのさっきはその成功みたいな話をしましたけども年取ると若い時に楽しいなと感じてたものが年取るとそれを感じなくなってしまったりとかしてなんかこの人生の縮図かなと思いますね うんだから例えばなんですか、ね、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんになるとお年玉をあげる楽しみですよねでも、もらう、昔まではもらう楽しみですよねでも、年取って自分で欲がなくなってきて <laughs> なんかその孫に、ね、そのお金をあげてそのとかご飯をごちそうして昔は、ね、俺が、俺がみたいな食べ放題、俺が、俺が食べるみたいなうまいみたいな感じだけどなんかそのおあの食べさせてあげてその食べてるところを見て うんいっぱい食べろよ、みたいなね <laughs>。<laughs> おお、元気やなー、みたいなね。なんか、なんかまあ、だからそうやって失っていくものもあるんでしょうね。だってまあ、年取ってね、昔みたいにうわーって食えないじゃないですか。そう。だからまあ、失うものもあれば、新しく得るものもあればっていう、いろいろですね、言ってらっしゃる。